はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、妖怪ウォッチシャドウサイドデラックス不動雷鳴剣妖精剣不動明王10バージョン&妖精剣ホルダーです。はい、本編14話に登場した不動明王のパワーアップフォームの不動明王10の妖精剣で、不動雷鳴剣は前にも発売したじゃんって感じなんですが、ちゃんとパワーアップ形態用に形状変わってるんですよね。そしてウィスパーがくれた妖精剣ホルダーも一緒になってて、これには全妖精剣の5本が収納可能なんですが、あくまで不動雷鳴剣も10バージョンも1本としてのカウントですよね。パッケージをぐるっと見回すとこうで、スザクの妖精剣よりは箱大きめで、遊び方としては妖怪ウォッチオーガと連動&ホルダー装着して妖精剣を集めろ。ではレビューしていきます。不動明王に関しては、天が登場する回に敵側に雷鳴剣が渡っちゃって、不動明王じゃもう登場しましたが、あちらもいつか商品化されたりするのかな。あ、でも剣の形状変わんなかったっけ。はい、取り出すと、お、もっとシンプルな形状かと思いきや結構変わってる。はあ、交互にパーツが位置変わってる感じなんだ。なるほど。え、すごいんだけど。めっちゃかっこいいじゃん。そして不動雷鳴剣はいつも通りシルバーの袋に入ってて、いつもね、なんでこれに入ってるかっていうと、妖怪ウォッチをかざしても NFC が反応しないんですよね。せいのー、ドン。おー、あ、やっぱりこっちも裏側に QR コードがあった場所が新たな絵柄パーツに変わってて、あー、なるほどね。結構違うかも。装飾部分がめちゃ大きくなってる。ってことで中身はこうなってて、今回はアークの付属はなくて、妖精剣ホルダーと妖精剣の不動雷鳴剣10バージョン。まず妖精剣ホルダーはリアルにベルトループに装着することが可能で、ここの引っ掛けを使うことでカチャッとはめることができますし、ブラックの成形色をベースに銀のラメが入ってて、結構こうゴージャスな感じ。正面には謎の文字がありつつ、そこに金塗装プラス妖精剣のカラーによって差し色が変えてあるような形なのかな。特にここはロックパーツとかはなくて、上からサクッとねはめるような形で、ここには妖怪の顔かな、鬼の顔かな的な造形がありつつ、で、ブレードを刺すところは交互前後するような形で、本編だと不動雷鳴剣を一番上に刺しておりましたが、おお、しっかりロックする。え、中どうなってんの？なんか何も出っ張りがなさそうだけど、うん、しっかりロックする。これで振っても外れませんね。で、スザクの妖精剣は確か上から3本目に装着してたかな。こっち向きか。はい、あ、こっちもガチャッとはまるね。はい、このように妖精剣を最大5本まで刺すことができると。そっか、グリップ部分の装飾が割とどれも大きいから、まっすぐ造形するとパーツ同士が干渉しちゃいますから、ここが交互になってるんですね。このように2個目に刺すと、うん。隙間が2センチ近くあって、干渉しないような作りになってます。で、プラス、前に発売したアギト関連の剣パーツは、あ、これも問題なくはまりますね。ってことで、現在発売済みのシャドウサイド関連の剣パーツは全て収納することができます。こうなるとめっちゃ豪華。重さは全然ないですね。ちなみに同時にウィスパーからもらってたアークホルダーと比べるとこんな感じ。これかっこいいな。え、余分にもう一本買ってこう。で、引っ張れば取れると。振っても取れないのがすごい。そして、不動雷鳴剣、妖精剣、不動明王10バージョンの全体をぐるっと見回すとこうで、基本の色配色はこれまでの不動雷鳴剣と変わりませんが、ここの装飾部分が大きくデザイン変わってて、でも下半分は共通なのかな？上半分が炎柄が追加されたような形で、宝玉部分のクリアパーツ使いとかも特に変わらず、あ、でもグリップ部分のデザインが、ここもね、メタリックブルーから新たな造形のものに変わってますね。で、ここの
不動明王の絵柄部分も炎エフェクトが追加されてて、不動明王の絵柄自体は変わっておりませんが、パワーアップフォームらしく新たな絵柄が追加されてますね。一応本編的には肌が赤色で髪が金髪に変わるんですが、その天のカラーリング部分には絵柄はなってませんね。左目は常に発光してました。パワーアップ形態の詳細とか、フクロウが暴走した理由とか、いろいろ謎が多いですよね。裏側 QR コードがあったところが今回新たなデザインパネルがはまってますね。ここに NFC が入ってます。認識ピンなんかも特に変わらずかな。ちなみにスダクの裏側はこうなってましたし、ここの絵柄部分がここに来るような感じですよね。ではまず妖怪ウォッチオーガと連動、憑依剣舞魔人不動明王天我に力を。変身音声変わってないかな？こっちが10バージョンで、これまでのノーマル版を鳴らすと。あ、やっぱそうだ。変身サウンドは、天もノーマル版も特に変わりませんね。共通サウンド。あとは天にパワーアップした際も使ってた武器はあくまで不動雷鳴拳でしたよね。この辺の武器デラックス玩具も追加欲しいところだな。ちなみに不動明王天がやってた技もトリガーを長押しすることで。発動させることができますね。じゃあさらにエルダでも連動天を指します。あ、スザクと一緒だ。新規サウンド。これまでは NFC がなかったからスキャンできなかったんだけど、NFC があることで不動雷鳴拳の特別なサウンドがなりました。シャドウサイド側に倒すと、待機音は共通。同じですね。不動雷鳴拳 LED は多色発光。ボタンを押しても ここのサウンドも共通です。あとはネオ YC チップ対応ということで、例えば妖怪ウォッチワールドで使えば、はい、読み取り完了で、アーク連動報酬ももらえますね。ちなみに今回は超経験値玉、助かる。例えば、古戦キュービやってなかった。古戦キュービだと、中経験値玉。スザクの蒼天山は？これも超経験値玉ですね。妖精剣は結構いいやつがもらえる。あとこの YC チップは今後発売される妖怪ウォッチ4でまた遊べるような形ですよね。それと先ほど解説した通り、ホルダーのどこの箇所にも、このごつい装飾部分があっても、問題なく装着することができます。はい、ということで、妖怪ウォッチ、シャドウサイド、デラックス、不動雷鳴拳、妖精拳、不動明王、10バージョン&妖精拳ホルダーを紹介しました。不動雷鳴拳、あれ、前にも発売したよねっていう風に、一見思われがちですが、ちゃんとパワーアップ形態用に形状変わってますし、とりあえず現状全5本って言われてる妖精拳が全て入るホルダーも同梱されてますから、僕みたいに妖精拳を集めてる人はとりあえず必須ですし、案外ホルダー自体の造形も凝ってて、なかなかかっこよくまとまってましたね。さらに過去に発売した剣パーツにも対応してますから、この辺もすごくいいと思います。以上、妖怪ウォッチ、シャドウサイド、デラックス、不動雷鳴拳、妖精拳、不動明王10バージョン&妖精拳ホルダーの紹介でした。